Hello everyone, welcome back to We Expats TV. I am your host, Rebecca. So today, as you can see, I'm wearing this school uniform from high school today, whereas I am actually 28 this year. But anyways, so we are actually going to talk a little bit regarding to the graduation culture in Japan, because they have a really different culture with, I think, a lot of other places, especially maybe America or other, you know, European countries. So we are going to talk a little bit regarding to their culture and what they actually do during graduations for high schoolers right now, like during this Leiwa years. So yeah, let's get it started and hope you guys enjoy today's video. はい、今日は川島さんと一緒にお送りしたいと思います。川島さんの高校時代はどんな感じの卒業式でしたか？結構もう盛大にやった感じですか？そう、私はキリスト教のプロテスタントの学校で、女子校だったから教学と全然違うかもしれないですけど、じゃあなんか卒業式で一番印象に残った思い出は何ですか？後輩とかに色紙をもらったり、なんかメッセージをもらったりするのが印象的。なるほど。そうですね。そういえば日本のこの卒業の文化の一つ、すごい大事なのが色紙ですよね。うん、で、あと色紙と丸のなんか卒業証書を入れるやつ。筒ですね。筒、そう。それと色紙ともう一つは何だろう。まあ桜ですかね。で、まあ日本の卒業式はアメリカと違って3月ですよね。うん、3月の卒業式で4月から始まるので、やはりいろんな違いがあると思いますが、先ほどおっしゃったその色紙もアメリカはなんか私もらったことないような気がするんですよ。なんかメッセージを伝えるみたいなのないですか？はい、あります。手紙ではなくてイヤーブックに書きます。イヤーブックというものがあるんですよ。それからまあ毎年もらうんですけれども、卒業年のイヤーブックには必ず、まあ、皆様に書いてもらうみたいな感じです。で、日本ではなくて台湾もそういうイヤーブックがあって、卒業式の時に必ず皆さんになんか書いてみたいな感じで交換するんです。例えば私中学校の卒業式の前にちょっと片思いしてた後輩がいたんですよ。そんなに親しくないのに、卒業するから書いてみたいなって言ってました。結構皆さんみんなやってました。なんか好きな人に、親しくないとしても、じゃあ書いてよみたいな感じはありましたね。でも日本の色紙とちょっと似てるかなと思います。で、令和の女子高生についてもなんかちょっとオンラインでアンケートを見たんですけど、私の中には日本の卒業文化の一つすごい大事なのが、ボタンをもらう、第二ボタンをもらうっていう文化は私の中のちょっと憧れっていうか、そういう感じだったんですけど、まあ川島さんは女子高なんですけど、そういうのはあったんですか？似てるもの。正直私のところはなかったかな。まあそのボタンもないし、先輩の何かをもらうっていうのはあんまなかったかもしれないです。でも共学の女の子と男が両方いるところは物とかもらったりとか、そういうのあるかもしれないです。まあ、あるですね。あるですよね。あ、でもちなみに田中さんは全部なくしたっていう。僕は中高全部なくなりました、ボタン。勇者。全部なくなりましたよ。全部。第二ボタン以外。第二ボタン以外も全部。すごくないですか？じゃあ第二ボタンはやっぱり本命にやる感じですか？そう、第二ボタンだけ当日お付き合いしてる子とかにあげましたけど、他はもう全然後輩からとかいろいろなくなりましたね。田中さんは何部でしたか？僕はずっとバンドやってました。バンド。それは持ってますね。確かに。バンド、それは持ってますね。やっぱりもらうんですね。ドラマだけではなかった。嬉しい。なんか私もそういう夢がありましたね。ちょっと誰かのボタンをもらいたいなっていうのがありました。それは実際に令和の女子高生の卒業式でやることのランキングの中で6位でした。あ、第2ボタンですか？そう、6位ですよ。意外と低いんですよ。そう、それもすごいびっくりしてて。で、ちなみに第1位は何だと思います？写真撮る。そうです、大正解です。みんなで写真撮るから。みんなで写真撮るのがやっぱり令和だといえばスマホ、インスタ映え、それが一番大事ですね。あと、まあ、TikTok の動画を作るみたいな感じのがのランキングになりますね。はい、で、あとは、まあ、先ほど その寄せ書きと、まあ、色紙みたいなものと黒板アートみたいな、黒板にメッセージを書いたりするってことですか？私ね、この黒板アートのまとめがあるんですけど、それを見て、すごいアートのセンスがあるなってすごい思ったし、
わ、こういう卒業文化ってすごい素敵だなと思いましたね。あとは合唱、それも令和の女子高生の卒業事情ですね。でちなみに卒業といえば何のソングですか、川島さん的に。旅立ちの日にっていう歌は多分みんな知ってるかも。じゃあ田中さんは卒業ソングで言えば、エビオロメンじゃないですか、3月9日流れる、そう、それの真ん中。そうですね、私も、私の方はちょうどすごい印象に残ったのがアンジェラ・アキさんの手紙拝啓15歳の君、それはすごい印象に残った、はい、それもよく 歌われてるかも。そうですね、合唱もよくあったかと思いますね、うん、それすごいなんか素敵だなと思って、理由としては台湾にもこの卒業ソングがあるんですけど、うん、アメリカにはないんですよ。アメリカは何ですか、あのテーテテ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 テ、そうです。本当にそうなんだ。なんか私も先輩たちの卒業式で、まあ、ジャズバンドでやったんですけど、いい感じの雰囲気のものを演奏するくらいな感じですね。特にこれが卒業ソングとかなんです。まあでも私ちょっとびっくりしたのが制服を投げるんですよ。これじゃないですけど、そのジャケット、制服のジャケット、その上に着てるジャケットですね、を投げるんですね。でそれすごいアメリカだなと思って。アメリカは帽子も投げるんですよね。あ、なんかそれは見たことある、ね、うん、なんか高校も大学も投げるんですけど、投げたこともありますし、でも今日本の女子高生も制服を投げるかみたいな、ですごいびっくりしました。へー、ちょっと変わってますね。変わってますね。これで言うと映えるから、撮るの、投げた瞬間、ね、投げた瞬間は映えるし、あの映える瞬間はあの TikTok とかその動画を撮るのが綺麗に映る。やっぱり全部映えにつながるっていうのは令和の女子高生ですね、うん、すごい面白いなと思いました。まあ、最後にちょっと聞きたいのが、もし今日はあの高校の卒業式に戻れるとしたら、うん、何かまたやりたいことがありますか。高校の卒業式ですか。戻ると、なんか悔いを残ってること。まあ悔いじゃないけど、はい、私全然卒業式泣かなかったですよ。おー、結構なんかその晴れやかな気持ちになって、もう早く大学に行きたいって思って、はい、全く泣かないで卒業したんですけど、うんうん、周りすっごいみんな泣いてわーってなんかハグしてたんですけど、思い出したらなんか泣いてもよかったかな。泣いてもよかった。確かに。はい、で最後に今年の卒業生たちに一言お願いします。いやでも私は言いたいのが、あの今の子たちはなんかスマホばかり見ないでちゃんとアオハルしましょうっていう気持ちは強いですからね。私は映えだけを気にするといろんなことは失うというか、スマホもちょっと板を置いといてしましょう。はい、今日はあのちょっと卒業文化について語ったんですけれども、実際にドラマに出てくる第二ボタンは今でもやるんですけど、そこまで大事じゃないということも分かりましたし、今年の卒業生たちはもうちょっとなんか映えがテーマに卒業式を過ごしていることも分かりました。じゃあ今日の動画好きでしたら、もういいねと登録お願いします。じゃあねー、ありがとう。